はいどうも、カードショップ山本屋の山本です。いつも動画を見ていただきありがとうございます。毎日18時に MTG 関連の動画をアップしています。チャンネル登録がまだの方はぜひチャンネル登録と高評価グッドボタンよろしくお願いします。はい、本日紹介するデッキはこちらです。はい、赤タンアグロということで、はい、まあ、1マナと2マナのカードしか入ってなくて土地が20枚というね、かなりシンプルなデッキです。全部4積みですね。はい、まあ、ひたすら展開していって、まあ、基本的にはこの継ぎはぎ自動機械であったり、蜂起軍の無法者であったり、まあ、ここら辺がね、パンチ力あったり、あとこいつ、この精霊者から出てくるね、31のトークンとかも結構パンチ力あるんでね、はい、ここら辺で殴っていくシンプルなデッキです。はい、使うのはすごい簡単だと思います。さあ、それではね、早速やっていきます。はい、プレイ。さあ7枚でキープします。さあ鉄の弟子、さあ継ぎはぎ自動機械を出して、ほら殴るか。さあダック、さあサリアが出て先制攻撃打ってほしいな。さあ1体でアタック。これが美味しい。ターン終了。見たことないの来たな、これなんだこれ。3マナ33誤報。あー、昼夜つけて。あー、なるほどね。昼夜が変わるとややこしくなるわけね。さあアタック。さあクリーチャーを引き入れたかったんですかね。誤報いくつ？誤報1か。
さあ、アーティファクト生贄に捧げてアタック。さあ、あと2点。はい、対戦ありがとうございました。さあ、7枚でキープ。さあ、鉄の弟子。まあ、鉄の弟子1枚いらんか。ターン終了。真っ白。それは相当しんどいな。いや、こっちじゃないな、こっちだ。スタートアック。さあ、ガンガン削っていきたいね。スタートアック。なかなか相性悪いね、これ。なかなか相性悪いな。驚くぐらい相性が悪い。スタートアック。グリッド。さあ、アタック。さあ、神の火炎。ターン終了。さあ、クリーチャー2体出してアタック。あと1点。こいつの倒し方間違えると勝負つくんですけど、どうですかね。結構難しいか。ランタン起動できないよね。雪上の結婚もダメ。
はい、対戦ありがとうございました。さあ7枚でキープ。さあ熊野と活火山の退治を出してターン終了。さあ継ぎはぎ自動機械、誤報にで守られると。サダック、さあ一気に殴っていきたい。さあアタック、さああと4点。はい、対戦ありがとうございました。さあ対戦相手先行7枚でキープ。さあウサギ電池、さあアタック、ターン終了。さあ自動機械出してアタックターン終了。20点以上になってしまうた。早く。さあアタック、ターン終了。どうするかだな。
さあ、神の火炎。さあ、アタック。さあ、増員された浪人2体出して全員で殴っていく。さあ、神の火炎。はい、対戦ありがとうございました。はい、いかがだったでしょうか。カタンアグロ回ということで、前にやったカタンアグロ、さらにね、ちょっとスピード重視で改良してみました。まあ、かなりね、早くはなったんじゃないかなと思います。そして安定感がめちゃくちゃ上がった気がしますね。これだったらどうだろう、ランク戦でもいけるんじゃないかな。まあ、今回この宝物庫を使うことなかったんですけど、まあ、一応この宝物庫はあれなんですよ、双剣山の精錬者、まあ、こいつでトークンに変えて殴っていくという動きができるんで入れてはいるんですけど、まあ色事故がどうしてもね起きる可能性があるんで、まあ山でもいいかなっていう感じはありますけど、まあなかなかいい感じに回ってくれましたね。はい、早い赤タン好きな方はね、ぜひ遊んでみてください。さあ、それでは今回ここまでです。よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。バイバイ。